ああ、あった。どうだった？キヨは。当然、私は狼などではない。これでそういうことになります。では早速、決めねばならんことをまとめよう。昨晩気の毒なことになった。あれ、なんでおっちゃんが仕切んの？別に、年長者ということで山脇さんが進めるのでも。私はそんなにが。であれば、狼ではないと同意を得た私かムロが。巧みに、おっちゃん鬱陶しい。いや、キヨ、タン。ご老人が亡くなられたショックもあろう。できる限りのことはやらせていただこう。ムロ。あの子は、あの子が。カオリさん。さて、早速提案だがね。今日は必ず。ちょっと、それは乱暴じゃないです。いや、それは必要だよ、知恵ね。そういうことだ。宴には非常さも必要となる。そうですね、読み人は。これ間違えたらどうすんの？たとえ露見しなかったとしても、間違えて人を殺した事実。確かにそれは気分の悪いことだが。何の、それ。目上への口の利き方に気をつけたまえ。いいかね、現状我々は容疑者。安永君なら。ええ、蛇による侵犯。一人殺して母数自体を減らすってことでしょ。それは分かってるけど。そんなの無理だわ。殺された人からした。だからあえてここで合意を。他の皆が生き残るために、自分が死な。それしかねえってのかよ。そう、それしかない。なんとも悪辣ではないか。冗談じゃないわ。他人のためにくくられろ。ああ、それじゃあ君は狼だな。安水のために命を懸ける気がない。つまりは安水の。そういうことになるのではないかね、安水の諸君。おっちゃん、調子乗ってんな。私は上藤吉の人間として、そして剣技の晴れたも。野里清之助さん、あなた、自分が蛇に診断されるまで。何を言い出す。昨日の時点であなた気づいてたんでしょ。死んでも文句言わないって。でもそれを表明することで、蛇に調べてもらう権利が暴走することも気づいてた。憶測で物を言ってるん。でも確かに、疑いが晴れた上藤吉の人間に死んでも文句言うな。巧みに、なんとか言ってやってよ。だが、言ってることは正しい。巧みに。あの、私は賛成します。疑われることも。リカコさん、すでに申し上げました。こうなればそれに私は。勝手な思いですが。ああ、誰かさんと違ってご立派なお心。ただこの子にそれを求めるのは。みんな。しかし例外を作るわけには。なら、この子をくくる必要があるならば。な、それはダメですよ。流して与一は一日に一人だ。私が勝手に死ねばよいのです。汚れは戸川を犯した者に来る。そんな。見苦しいぜ、キヨ。仕切るならしっかり仕上がれ。はい。あんまり軽率なこと言ってんじゃねえぞ。悪いがあんたも俺らを。上松様にぶっ。こうやってばあちゃんたちがビクビクする羽目になったのも、あんたのお仲間の申し開きも。第一、あんたが安水にいる理由も不明。匠に、まさかこれが全部。さあな、全部かは知らねえ。ただ上藤吉の人間が俺らを常日頃、少なくとも宴なんて昔話で、狼様は人間の味方だ。連中は霧が立てば安水の人間が死ぬと知ってたんだ。財産よ。バカな。上藤吉の長者が聖人君子とは言わんが、少なくとも最下。
まともな常識だって持ち合わせている。この科学万能の世の中で宴なんてものを本気で。だからじゃない。なんだ、何が言いたい。清之助さんは藤吉村のそういう秘密を教えてもらってない。そうやって長者はまともって信じて吹聴する広告塔としての価値な。だからこの時期の安水が危険ってことの配慮もなく里帰りに。ふざけるな。私が家に見捨てられたとでも言うのか。ああ、ありえるね。僕や長者のやり方は残酷。権力争いの負け組や無能者、あるいは当主の気に入らないと。僕らはともかく、母は東北から樋口家に嫁いだっていうのに、父が死んだ途端に。そんなの別によか。母さんごめん、刺激するつもりは。私にはね、義継と。とにかく僕らの命運を彼らがねじ曲げたのは、ま、残念だったわね、来るはね。安水の人が悪いとは言ってないだろう。どうして。どうせみんな死ぬのよ。おじいちゃんだって選ぶってたくせに、こんなのやってられないわよ。ん、あの時はそんな感じじゃなかった。もう嫌なの。悲しい。どうしたんですか。狼が来たら。そうですな。だから、はあ、もうわけわかんねえな。まあいい。道崩れちゃってたしね。それもあるしな。で、そんな中、あらら、お気の毒。勝手に。だから誰かをくくる段になったら植松のは一番くくりやすいんだ。ではど。誠実に知ってることをしゃべれ。とにかく黙ってるのだけはする。もうそのまま君が宴を進めてはどうか。おやっさんの真似をしてみただけだ。柄でもね。わた、これから多数決を取り。だからそれは乱暴だって。無論何らかの申し開きができるものはそう。しかしながら自分は人間だだの、死にたくないだのは不意。選ばれたものは潔く諦めの。首吊り松でくくり。それで差し支えんと思います。投票方法は上座の者から順に指名していく。短い。最終的に投票者が決まったら私は記名投票。ありえない。対面で誰かにし。いい加減芹沢のイチャモンに付き合う余裕もなくなってきた。ではじっちゃんだ。狼じじいだ。おじいさんは私が若い頃。ご老人、私のい。ああ。ではこの中の誰がお。あ。え、私なんで。狼子。では芹沢千恵美さん。ちょっと待ってよ、本気でこんないい加減な決め方で。仕方ないだろう、ご老人だって宴の参加者だ。匠兄ちゃん、なんとか言ってよ。安永、お前どう思う。様子を見ますだな。ちょっと、そんな。じゃあ、私だね。なんで、タイバーちゃん。悪いね、実はあんまりわからん。他の皆が生き残ると。ええ、そうね、私は同意しないわ。安水のみんな、それに私は自分が狼じゃないって知ってるし。いいわ、そのルールに乗る。このままだとそれだけで殺されそうだし。他に方。さあタイバーちゃん、知恵美はおとなしくなる。え、うん、じゃあいいや。さっきはよろしいかね。ではムロの番だ。俺はメイコに投票する。いくら子供でも伝説がどこまで本当かは知らねえが、奇妙なもんがさらなが。巧みに、そんな話が通るなら
こんな目、僕もそういう決め方ができる気はしない。サラナガから来なくったって素性不明の怪しさは何も、今のお前らみたいに子供だからかわいそうって理由で対処しなきゃ、そのままぜぷーん。ムロもそれなりに考えているという。ま、母さん、なんで逆に言ってごらんなさいな。おじいさんを殺して、義継を殺して、気まず違う。じゃあ言ってごらんなさい。怖かったから、こんなとこにいたくなかったから。嘘をおっしゃい。香織さんやめろ。あいつが死んでみんなつれえんだ。俺だってそうだ、みんなつれえんだ。織部さんは結局投票先をどうするのかね。では牧島春のままとしよう。次に私は本名。え、どういう理由で。先ほどの応答で分かった、彼は理性的な。そんな一方的な。彼が事前に狼が来るなどと吹聴していた疑うに十分な事実も一方的というかね。私は彼が完全に狂っているか考えなかったかね。安水では過去にも宴は行わ。私はないですよ。でも彼ならあり得るのでしょう。あなたよりも年上だというのですから。彼は何かを知っていて地方のためにうまく言えないのかもしれないし、悪意票を投じることで情報を引き出せるかもしれない。そう、価値、この場における価値のあるなし。そうおっしゃいますな。これを進めれば明日にはもう一つ手。どういうことでしょうか。今日室にまた一人加護によって素性を調べさせれば、雲は引き続き室を守る。これを繰り返せばたとえ全部外しても。そう、一日に一人くくって、一人狼にやられて、一日に三人正体が明らかになる。三、四回。そういうくくるのを選ぶのは三回だけでいい。それならばあえて親しいものを率先してくくらずとも。てめえ、そ、私は最大多数の最大幸福を論じている。野里さん、本気で言ってるんですか。何、知恵姉の計算は狼が蛇で調べられ、狼が前日に正体が確定した相手ばかり殺しにかかったらどうするんです。そんないい加減な計算をもとに、いい加減な投票をさせようって考えには僕は賛同。それにしたって君は身内を殺すことを軽く見てはないか。僕はだから身内を殺おお、まあ少々間違いがあったかもしれんが、と、次は上松。赤順から言えば僕ですね。困ったな。なんで。冷静でないと。だから春ちゃんも母さんも落ち着いてくれ。僕は。ヤス君、ちょっとこんな時で悪いんだけど。ん？何？猿って名乗り。なぜそんなことを言う。カゴ持ちは名乗りでな。いや、私もそうやって何も考えずにいたんだけど、お互いのことが分かるだけなんでしょ。最初にそれがし。そうだね。使い道って言ったら蛇を語るやつを引っ掛けられるくらい。だけど考えてみれば、ある意味で蛇に調べられたのと同じくらい。嘘ついたやつがいたら。リスクが高すぎる。例えば私は猿じゃないけど。はい、私猿です。もう一人が誰か言ってみる。そう、でも誰も言えない、嘘だから。それでも例えば、はい、モッチ。なんでわかったんだ。いや、冗談はいいから。まあ、しょ。なるほど。だが、相手が乗った場合は。本物の猿に名乗り出てもらって、その4人からくくっていく。それは嘘をついてまで生き残ろうとするのは狼。そ
その原則ならばそうするのが確かに。そうだ、その方針をきちんと立ててさえいれば。あえそうか、人にとっても狼にとっても危険すぎてやる。これわからない人いる？いないみたいだね。なら名乗り出てくれないかな。これで二人よ。はいはい。何もっち？いや、僕が猿なんだ。さっきの続きじゃなくて？うん、イエス、僕は猿だ。じゃあさっき言った通りだ。メイコちゃんだ。メイコちゃん、そうなの？何？あのね、昨日の日に起きたら、あった、猿。知ってるんだ。はい、信内モーデと一緒。他に猿だっていないっぽ。そっか、じゃあなんだ。やり直してもいいと思う。やり方を曲げる。一度投じた票の撤回は不可能とした方がいい。しゃあねえな。突然言い出してごめんね。僕は狼ジジイに一票入れる。理由は、じゃあ次は僕だ。タエバ。なんじゃって。一人一票。じゃあタエバーに一票。知恵姉にいきなり一票入れた。何言うかね、この。あ、次私か。おじいちゃんに一票。なんだ。黙ってて。理由は現状で他に怪しい。私は植松さん。違います。じゃあとっとと汚れを引き取ってよ。そうしないのはあなたが狼だ。貴様、いい加減にしろ。力不足で。あなたもこんな連中にかかずらう。ロックでもないことを。私は。あなた、あなたは。私は疑っているわけ。今この場で、もし狼様であるのが彼であるなら、それこそが。いろいろ喋りましたからね、皆さんを黙。ただ僕は間違ったことは言ってないと思います。少なくともそのつもりはない。植松さんが投票されるのは構いません。意思表示のために投票するのも大事なことだと思いますから。狼ジジイ氏が3票でトップか。そこの子供、最高。メイコ、わかる？誰が狼さんか選ぶの？そう。お姉ちゃん。私？マジですか？怖い。私はこの子の方が怖い。決戦投票だ。芹沢千恵美と狼ジジイ氏を除く9名で再度。狼が来る。再度投票の結果、狼ジジイ氏7票、芹沢千恵美2票。タエバーとメイコちゃん以外全員じいちゃんじゃん。黙れ、ご老人。よろしいですか？決めたからには全員同罪だ。じいさん、分かった。時間が。あ、斧を片さにゃいか。身辺整理というわけか。逃げる気じゃないでしょうね。ハルちゃん。じゃあ僕がついてく。頼むぜ。では彼が戻ってき次第、さらこちらへ。どうした？何があった？最終てめえ、そこ動くんじゃねえぞ。何があったんですか？今危ないんです。どういうことなんですか？誰だ？あ、春明さん。また知恵見落ちか。何それ。悪いけど今じっとしてて。ひょっとしたらヤバいかも。え、ちょっと開けてよ。
何かあったなら僕も手を貸すってば。なぜ、何が。不祭神、てめえ。さっきまでいました。嘘つけ、てめえがやったんだろう。あ、違いますよ、本当に。うん、春秋さんじゃないよ、匠兄ちゃん。じゃあ誰がやったつ。そんなことより、手当ては無駄だ、触んじゃねえ。手当をすれば間に合うかもしれない。血はすっかり全部抜けてやがる。腹かっさばかれて、腹。どんな手当てすりゃ生き返るってんだ。行ってみやがれ。あ、何があったんだ、誰がやったんだ。ご覧を。傷を見せてください。触るなっつってんだろ。これは明らかにこれまでと違う。知ったようなことを言うな。そうやって見ることをやめてしまえば。しらじらしいんだよ、よそ者。匠兄ちゃん、落ち着いてよ。うるせえ。こいつが来てから全部おかしくなったんだ。こいつがいなけりゃ。もち、どうして。これは汚れじゃない。どうしてわかる。どいてくれれば証明できる。きつい人は見ない方がいい。これは超自然的な天罰や何かじゃない。そして凶器が見つからない以上、誰かが意図的。それをやった誰かが休みずにいて、凶器。宴の開始から今に至るまでの流れを詳しく説明してください。本当に間違いねえよ。一応は宴はまだ。二人は戻ってくる予定だった。それはいいでしょう。しかし二人は1時間は。その後遅いから心配だってことで僕らが探しに出て、ものの10分もしないうちに見つかりました。数分で二人を殺害し、帰り地などで汚れた服を。不可能よ。捜索中。見ていません。一旦お堂に戻りましょう。二人はお堂を出てすぐに死んだ。結局お前しか。だから私が部屋に。そこについては
僕は無実を主張し続けますである。さっきから慎重に。気づいた？そう、今のところ自殺や病死、毒殺の後、死体損壊や凶器持ち去りが行われ。そんなことをして我々に何の得がある？それよりセリゾワと貴様。わかりませんが、僕にだ。ふん、どうだか。ほん、違いますけど。君の悪い昔話を住人が信じているのをいいことに、化け物のふりをした。やめてください。言っていいことと悪いこと。やめなさい、あんた方。誰が近持ちとおじいさんを。信内様は必ず汚れをお与えになるわよ。ばあちゃん、今日もう一人分の血は流れとる。わかった。僕が。お前はおとなしくしてろ。てめえが犯人じゃないなら、完全に塞いでも何かが起きるはずだ。